皆さんこんにちは、フィットネスインストラクターの大谷です。今日もご覧くださってありがとうございます。こちらはですね、軍勢スポーツの吹田健斗店です。先ほどまで、皆さんとですね、こちらのメンバーの皆さんと楽しく気持ちよくレッスンさせていただきました。いつも参加してくださってるね、皆さんがすごくですね、なんていうか温かい気持ちで応援してくださるような気持ちで、受講してくださるので、私の方がですね、もういい気分になって、インストラクションね、することができております。皆さんありがとうございます。あ、見てくださってたらですね、本当に嬉しいなと思います。はい、今日はですね、皆さん、腎臓ね、腎臓のことをちょっとお話しして、腎臓が元気になる、とても簡単なね、運動療法みたいなのも紹介したいななんて思っております。というのはですね、なんかこうね、メンバーの皆さんがですね、わーってね、お話をしていて、で年齢層は本当にいろいろなんですけれども、すごく皆さんね、まあ、失礼なんですけど若いんですよ。ってね、年を聞くとすごいびっくりしちゃうぐらいですね、本当にその年齢ですかみたいな感じで、みんなね、すごく若いんですよね。体力的にも若い、気力も若いです。まあ、逆に言うと体力があると気力も若くなりますよね。それとね、やっぱり人に見られるという、ね、意識がすごく大事で、まあ、このようにフィットネスクラブでしたら、みんなが集まりますからね、なんていうか、まあ、人に見られているわけですし、あとね、この間何日か前かの動画にもアップしたんですけども、オキトシスっていうホルモン、これは別名愛情ホルモンって言われてるんですけれども、いろんなね、人とのコミュニケーションや、また例えば、まあ、赤ちゃんがいるね、ママだったら赤ちゃんを抱っこしながら、赤ちゃんも喜ぶんだけども、実はママの方がオキトシスっていうホルモンが出てくるんですね。まあ、スキンシップとか人との、ね、交流によって、オキトシスっていうホルモンができます。でこのオキトシスっていうホルモンはですね、もちろんハッピーホルモンで体や心を元気にしてくれるわけなんですよね。だからまあね、みんなで一緒に集まって、まあ、運動するとより一層、ね、若返るのかなっていうふうに思います。でまあ私はこのフィットネスクラブでもレギュラーレッスンを持ってるんですけども、学校でもね、授業を持っていて、まあ、もちろんね、運動の授業なんですけれども、やっぱりね、みんなで一緒に動くっていうのはすごく楽しいですよね。はい、でだからですね、皆さんとは直接同じ空間にいるわけじゃないんですけれども、まあ、この動画というね、まあ、道具を使って一緒につながっていますので、一緒につながってるなというね、気持ちで私も配信していきたいなと思ってます。で実際のリアルの現場でしたら、参加してくださってる皆さんの様子を見ながら、臨機応変に動きをですね、まあ、変えて紹介できるんですけれども、どうしてもこの動画でしたらですね、私からの一方通行なので、皆さんがどんな状態なのかなっていうね、ことがちょっと、うまくつかめないので想像になりますけれども、まあ、またですね、よかったですから、感想とか、コメント欄に書いていただくとすごく私も勉強になります。はい、ということでですね、まあ、なるべくこう皆さんにとって何かしらお役に立てたらって言ったらちょっと生意気なんですけれども、私の思いとしてはですね、私もみんなもハッピーに、体も心もハッピーにというね、思いがありますの でそれでそのハッピーになる手法というのはいろいろあると思うんですけども、私の場合はですね、体を動かすのが自分自身も好きなんですけれども、自分と関わってね、いろんなレッスンで一緒に、なった方たちがやっぱり運動すると体も心も元気になるんですよ。もちろん脳もです。脳を、認知症予防には運動がね、とても大事なんですけれども、能力開発になるんですね。体を動かすってことは、いろんな脳のところを使ってる、まあ、トレーニングしちゃうからですね。はい、ということでですね、なんか腎臓のという話をした割にはですね、なんかこういっぱい余分なお話をしましたけれども、そこでですね、だから運動するってことも、腎臓だけじゃなくて内臓全体のマッサージでもあり、元気力を高めていくということにもなるんですよね。で、今日はですね、その腎臓っていうのはなぜ腎臓かというとですね、若返りの内臓、老化の内臓というふうに東洋医学では言うんですけども、逆に言うと、まあ、若返るためには元気にしておかなきゃいけない腎臓なんですね。で実際腎臓自体の働きっていうのは、デトックスしてくれる
内臓なんですよね。デトックスっていうのは解毒とか体のいらないものを出しますよっていう、そういうことをデトックスっていうんですけれども、体の中にね溜まった不要物をろ過してくれて体の外に出してくれるという役割の内臓が腎臓なんですよね。だからその、毒素がいっぱいあるってことは体が、元気じゃなくなりますし、老化の方に向かっちゃうんですよ。だからいかに毒素を貯めないかということが大事なんですね。で、私が運動を好きだから言うわけじゃないですけど、運動するってことは内臓のマッサージになりますから、マッサージになるってことは体の中が循環されて、そしていらないものをバーッとね出してくれるという作用を高めてくれます。で、老廃物を出すものということで腎臓の役割がとても大事で、ですから、尿を、ね、いっぱい出すっていうのが大事なんですよ。あとは、腸の働きも関係ありますけれども、便をいっぱい出す、だから尿とか便を体からねちゃんと出してあげるということが大事なんですね。で、今日は、腎臓ってことをテーマなんですけれども、腸が硬い、運動不足になると腸も硬くなっちゃい なりがちなんですけど、あとメンタル的に緊張がするとですね、でやっぱり便を出すためには腸の働きも大事なんですが、運動することによって腎臓運動します。はい、でまたこれは腸の話でしたけども、腎臓の話に戻りますね。で、腎臓というのは毛細血管の集まりと言ってもいいぐらいで、たくさん毛細血管があるんですね。ということは毛細血管が硬くなってくると、いわゆる老化なんですけれども、硬くなってくると腎臓の働きも弱まります。で、毛細血管が硬くなる、要は血管が硬くなる理由っていうのは何かというと、まず運動不足っていうのが一つありますね。それと、もっと大事なのでやっぱり食べ物なんですよね。食べ物ね、腎臓に負担がかかる食べ物と言ってもいいと思いますが、血管を、硬くする、血管に負担を血管を詰まらせる原因になる食べ物っていうことです。いろいろあるんですけどもね、今日お伝えしたいのは、大きく3つです。まず1つはリンです。リンというのは実は骨を作る、歯を作る、また筋肉においても大事な栄養成分なんですけれども、普通に食品に入っているリンはいいんですけれども、なんていうか加工食品ですね、インスタントラーメンとか、インスタント的なもの、そういったものに入っている添加物のリンは、これは、体の中でちゃんと消化できなくって、そして取りすぎちゃうとね、多少ちょっと取る分には腎臓もちゃんとろ過してくれて排出してくれるんですけども、あまりたくさん取りすぎちゃうと腎臓のろ過してくれるという働きに負担をかけちゃうんですね。だから取りすぎは良くないです。で、その取りすぎるという点プラス、自然な食べ物に入っているリンじゃない添加物のリン、要はだからインスタント食品にはいっぱい入ってるんですけどね、は気をつけた方がいいということです。血管を詰まらせる、そしてということはイコール毛細血管の、もつま、硬くなっちゃって腎臓に負担がかかる、ね、おまけにろ過しにくいということです。で、2つ目なんですけれども、油なんですね。で、特にどんな油かというと、マーガリン、ね、加工してます。バターとかを加工してます。バターだけじゃない、油を加工してますね、マーガリン。で、こういうのはトランス脂肪酸っていうふうに言われてるんですね。マーガリンとかショートニングってやつですね。よく菓子パンとかにも入ってますし、お菓子にはね結構入ってたりするんですよ。でもちゃんとしたねお菓子にはマーガリンとかショートニングじゃなく、ちゃんと バターも使ってると思うんですけどね。バターはカロリーが高いけど、マーガリン、ショートニングというのは、先ほど言った血管を詰まらせる原因になったりしますし、ということは腎臓に負担がかかるので、ろ過しにくいですしね、ろ過するのに負担かかりますから、だから、ちょっとね、あまりおすすめではないです。といってもですね、今、そんなのは使ってないものの方が少ないぐらいになってますから、多少の取る分には、除化できるんですけども、取りすぎちゃうと負担になりますよということですね。で、あとリノール酸ね、リノール酸の油ってなんか健康的な感じで、健康的なイメージがあると思うんですけども、これも取りすぎちゃうと今度はですね、善玉菌、悪玉菌という、ね、菌があるんですけれども、このアンバランスを、アンバランス
を作ってしまうプラスやっぱり取りすぎちゃうことによって、腎臓でろ過ができませんから負担となっちゃうんですよね。ですから、油の取りすぎは気をつける。でもね、油は必要な栄養成分なんですよ。脳の栄養成分っていうのは油なんですよ。油が必要なんですよね。そしてこうなんていうか潤いね、肌の潤いとか粘膜の、ね、粘膜を作るにも油が必要なんですよね。だから取りすぎてはいけないけども取らないっていうのもダメ。かえって老化しちゃいますね。カサカサになっちゃいますね。で、私が好きな油でありおすすめなのは、オリーブオイルとかココナッツオイルとかですね、そういったエゴマ油とかもね、おすすめかなと思いますね。取りすぎても良くないけれども、でもさっき言った、リノール酸とかマーガリンよりは取りすぎてもちょっと OK かなっていう油で、これらの油は、かえってね、体の中にいい、なんとかお掃除をしてくれるのと、善玉菌を増やしてくれて悪玉菌を取ってくれるとか、減らしてくれるというね、作用とかもあるんですよね。はい、そして、ですから最初に言ったリン、そして油の取りすぎに気をつける、リンの取りすぎを気をつける。で、3つ目はですね、これも結構意外といろんなものに入っちゃってるんですけども、自販機の、ね、ジュースには確実に入ってるんですが、ブドウ糖果糖液糖ね、ブドウ糖ってブドウ糖って言われるとなんかね、いい栄養成分かなとかって思っちゃうんですけど、おまけに果糖液糖ってつくと果物なんかなって思っちゃうんですけど、そうじゃなくてこれも添加物なんですね。ブドウ糖果糖液糖ね、砂糖よりも、料金的に安くなるからいっぱい使われてるんじゃないかというふうなね、ことを言われてるんですけども、添加物なんですよね。これも取りすぎちゃうと、一気にね、血糖値をパーンと上げてインスリンがうまく働かなくなったりしますので、そうすると血管を詰まらせるという原因になり、ということはイコール毛細血管を詰まらせながら、腎臓に負担がかかる、老化しにくくなるわけなんですね。はい、ということなんです。結構ね、ブドウ糖果糖液糖というのはいろんなものに入ってます。もちろん多少取っても老化できるんですけどね、取りすぎちゃいけない、取りすぎちゃいけないんですけど、結構いろんなものに入っちゃってるんで、気をつけないといけないかなって感じですね。で、あまりね、今日お伝えしましたけども、あまりどうか神経質にならないでください。今のね、特に日本の社会だと、海外で許されてない添加物が多かったりとか、いろんなものをね、たくさん食べ物豊富にあってラッキーなんですけれども、あんまり神経質になっちゃうと何もね、食べられなくなっちゃいますので、逆に食べたら食べた分運動しましょうね、体の中の内臓、マッサージ効果を高めましょうっていうことです、ね。はい、ということで皆さん、ね、一緒に動いていただきたいなと思っているんですけれども、例えばですね、もう何かかあんまり運動するのがね、ちょっと今日はしんどいわっていう時とかにも、またどこでもできる運動ことなんですけれども、この肋骨の下のあたりにこうグーにするとですね、ちょうどこの裏あたりに腎臓があるんですよね。いわゆる腎臓マッサージになるんですけども、こういうふうにね、触ります。あまり強くなくていいです。で、私のおすすめはですね、これぐらいのことでしたら、よくいろんな東洋医学の整体師の方も伝えていると思うんですけども、より私効果的にしたいと思うので、体そのものを動かしてませんか、ね、手をこうね、やっててもいいんですけども、例えば首肩凝ってるという方はですね、そういう方ほど手にすごい力が入っちゃうので、手はこう当てておくだけ で体の方を揺らすんですよ。体を揺らすと特にこのお腹の筋肉が動きますから、お腹の引き締めマッサージにもなるんですね。で、あとは手の方はですね、パーッと一緒にね、こう触っててもいいと思います。グーでもパーでもいいですよ。はい、じゃあ横です。皆さん、ちょっと私立ちますけれども、そのまま続けていただいていいですか、ね、一緒にやりましょう。こんな感じですね。はい、そして後ろです。さあ、これならば、ね、どこでもできそうだと思いませんか。これならば腎臓マッサージ、マッサージ&シェイプアップって感じです。じゃあちょっとついでにこの仙骨のところもですね、仙骨、
頭が硬くなっているとここも硬いんですけども、はい、はい、息を吐いていただきたいので、声を出すとよりワクワクして息も吐きやすいですね。皆さん笑うときに、はっはっはって笑います。ほほほですかね。はかほで、ね、声出してみましょう。または長くね、声出してみましょう。前ですよ。いいですか？はい。横です。はい。じゃあちょっとね、ここら辺だけマッサージして、他触らないのも気持ち悪いので、ちょっと全体的に、はい、さすっちゃいましょう。はい、頭もですね。昨日頭痛、肩こり、そしてね、こういう指がね、痛いとかっていう方の、リセットになる動画もアップしましたので、よかったらご覧ください。耳をたわります。そしてこの辺もね、さすっちゃいましょう。はい、ね、胸のところがあまり強くなくていいですよ。はい、そしてこの、ウエストの一番細いところで、この辺当てるとですね、気持ちいいと思うんですけども、これもね、おすすめなんですが、軽く圧をかけながら、こういうふうに、ぐる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 、はい、このツボもおすすめです。はい、そして、立ったり座ったりしてますけども、皆さん、この足裏のですね、この真ん中ですね、うーっとかね、気持ちいい感じだと思いますが、これ、ダイレクトに腎臓のツボです。ちょっと私、見やすくするたびこうしちゃいますけども、触りませんか、ね、トイレのね、出が良くなります。ね、よく学校の授業のね、みんな授業前に、座ってたりするんですけど、ちょっとみんな足むくんでないってね、ちょっとさすってって言うと、あ、先生ちょっとトイレ行きたくなりましたとかね、本当おトイレの出が良くなったりします。じゃあね、逆に言うと、それだけ溜め込んでて、トイレ出してなかったってことですね。皆さん、ついでに、こう指の間を開いていきましょう。はい、そして、くるくるくる。ね、こういったセルフマッサージの動画も、ちょっとまた、今週、真ん中あたりに出しましたので、またよかったらご覧ください。今日はちょっとさっとやりますね。てん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 ってやっていただいてもいいですし、はい、ここもですね、ちょっとさーっとやっちゃいます。じゃあ、反対もですね、あ、触った側の方が軽いと思うんですけどね、ここですね、この真ん中あたりですね、だいたいちょっと気持ちいいなと思うところに当ててください。こう、今当てながらこう足首を回してるんですけども、これもね、おすすめです。そして、さすったりなどしましょう。はい、そして足の指をですね、開いちゃいます。はい、じゃあ指と指をつないで、ちょっと私見やすくするためにこうしてますので、皆さんは自分のやりやすい体勢でお願いします。はい、そしてですね、歩くときに足裏刺激してますよね。だから要は腎臓のツボなども刺激できているんですけども、あとこの股関節ですね。股関節を気持ちよく動かすのも、腎臓の働きを助けてくれるんですね。血流が良くなることによって助けてくれるんですね。で、いろんな股関節の良くなる動きがあるんですけども、今日は皆さんがどんなタイプの人が見ていらっしゃってるのかちょっとわかりませんけれども、例えばですね、壁とかに捕まって、ブラーン、ね、ブラーン、ブラーン、ブラーン、ブランとしていただいてもいいですし、またはですね、こうちょっと蹴りましょう。この辺も筋肉を使ってるんですね。はい、後ろにポン、ポン、ポン。あ、ちょっと一緒にやってみませんか。はい、前にポン、ポン、ポン。足の筋肉をね、動かすということは必ず股関節を使ってるわけなんですね。はい、そして歩幅を、無理ない幅にして、ここをですね、この股関節の方にちょっと手を入れながら1、2、3、4、5、6、7、はい、さすっちゃいましょう。9、10、はい、そしてブル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 、これね、この辺の股関節が痛い時にもおすすめなんですけども、ブル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 、
はい、腕もブラ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 、はい、じゃあ立ったり座ったり寝転がったりしますけども、股関節が辛い時にもおすすめの動きを紹介します。で、意外としんどくないのに引き締め効果があります。一つ目、パタ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 。二つ目、横揺らし、横揺らし。もう一回やります。パタ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 。二つ目、横揺らし、横揺らし。もうちょっとね、回数いっぱいやっていただきたいんですけども、最近ちょっと長い時間の動画ばかりになっちゃってるので、ちょっとパンパンと伝えています。三つ目、これはこうやりますとですね、膝と股関節とも良くなります。痛みがあるときにもおすすめ。ポイントは力を抜いて抜いてというのがポイントです。はい、そうすると、あ、どうですか、今思い出したのが長くなってるんですよね。はい、反対、長くなった感じしませんでしたか。まあ、見てもらうといいですよ。上からね、明らかに長くなってますからね。はい、気持ちよいですね。はい、どうでしょう。で、これやるとですね、この形がしやすくなったり、または正座もしやすくなっています。はい、そしてこの皆さん、こうやってですね、ここを伸ばしましょう。はい、そしてさすっていくのも加えて、ちょっと上下動しますね。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。 はい、お腹のところもさせちゃいましょう。はい、どうでしょう。さあ、じゃあ足をブラブラとしますね。では起き上がっていただいて、最後はこういう形で、この形がしやすくなっていると思うんですが、無理なくどうぞ。はい、後ろに前に、後ろに前に、後ろに前に、ね、動く、気持ちいいですね。で、まあ、状態を起こせましたら、こんな感じもいいんですけれども、はい、反対に変えます。無理なく前に後ろに、ここも伸びてますね。前に後ろに、前に後ろに。はい、このままか、よかったら持ち上げます。ということで、まだまだですね、紹介したい動きはいっぱいあるんですけども、例えばお腹の引き締めをやりながら、こういうのもね、ダイレクトに股関節を動かしているんですが、今日の動きは割とね、どなたにでも動いていただけるようなセルフマッサージ&、シェイプアップっていうようなね、動きを紹介しました。今日のテーマはですね、腎臓ね、今日ね、たくさんの方が参加してくださってて、みんなね、とても元気で、で、本当に若々しい、ね、年齢層もいろいろですけど、若々しい。だから、あ、その若いということで、腎臓というのはね、老化と関わりがある内臓なので、ちょっとお伝えしたくなりました。はい、ということで、今日も長くなってしまいましたけども、皆さん、今日も最後までご視聴くださってありがとうございました。よかったら、グッドいいねボタン、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。フィットネスインストラクターの大江でした。そして、もしもですね、よかったら皆さんのお友達にも、この動画をお伝えください。というかですね、こういう施設にね、来ていただいている方は、運動をね、習慣があるんですけれども、なかなか一人だとね、運動しないという方にも、ぜひね、体も心も元気になっていただきたいので、見ていただきたいな、なんて思っております。ちょっと生意気でしたけども。はい、皆さん、ありがとうございました。またねー。